港から街を見ると圧倒的なビルの量がよくわかります。はい、幻想尺八回で陽介です。今回は世界一高層ビルが密集している都市についてです。高層ビルといえばニューヨークなどの街のイメージがありますが、さらにそれを上回る密度があるのが香港です。それほどの密度がある街の夜景はどんな輝きなのでしょうか。香港には演奏に呼んでいただいたり訪れた経験が何度かあるので、実際の街の様子を振り返ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。こちらは空港です。香港の航空会社の飛行機に乗り込みます。これは呼び出しボタンでしょうか。召喚空中含む員、仰々しくてかっこよく見えます。香港に到着しました。タクシーで市内に向かいます。タクシーはテキシと読むのでしょうか。話に聞いていた通り建物の密度が非常に濃いです。巨大な壁のような高層ビルがあちこちに立ちはだかっています。港から街を見ると圧倒的なビルの量がよくわかります。街の面積が狭いのに人口は増える一方のため、どんどん高い建物を建て続けているんだそうです。繁華街に行くと看板がぎっしりで非常に強い活気とエネルギーを感じます。香港の言葉は漢字なので看板の意味が理解でき助かります。お店に入ると日本でいうところの1階は地面という分かりやすすぎる表現になっていたので、階を間違う心配はないでしょう。こちらは香港のお金です。日本語表記のお菓子がありました。サーモン味ならありそうですが、サーモン寿司味は内容が想像できません。こちらには傘の自動販売機がありました。これは意外と利用する機会があるかもしれません。日本技術と書かれていました。日本に対してはポジティブなイメージがあるのでしょうか。こちらは香港の地下鉄です。地名は英国風の地名が多いようです。それでは演奏会場に向かいます。香港アートセンターに招かれての演奏でした。それでは香港のご飯を食べます。数ある香港の店の中でも特に気に入ったのが、街中に多くあるこちらのチェーン店です。味と値段のバランスが極めて優秀です。この辺りの軽食のセットなどはなんと300円台で食べられます。割とボリュームのあるこのような定食でも600円台前後です。味も美味しいので滞在中に何度も通いました。また香港ではお茶と点心を楽しむヤムチャという文化があり、その専門店も多くあります。
お店は朝早い時間でも混雑しているほど人気があります。点心で気に入ったのは卵とミルクの甘い中華まんです。日本で売っているのを見たことがないのが残念です。その他の香港の料理も美味しかったです。それではいよいよ夜の香港の街に出て夜景を見てみたいと思います。ギラギラと夜でも明るく、より一層街の活気が目に入ってきます。先ほどの港に行くと、まるで光の壁のようにビルが並ぶ巨大な夜景が広がっていました。ずっと見ていられそうです。時間が来るとビルから光線が出たりして非常に派手です。高い場所から見るとさらに綺麗という話を聞き、山に登ります。ものすごいビルの密度です。世界一の密集率というのがよくわかる光景です。この光の一つ一つの中で人が活動しているかと思うと、この都市の持つエネルギーが伝わってくるようです。それではご視聴ありがとうございました。風水という吉凶を占う思想が広く浸透しています。その中で金魚は縁起の良い魚とされ、町には専門店の並ぶ通りまであります。店には川や池の魚としてはありえないような色彩の魚が売られていました。何らかの人工的な怪しさを感じざるを得ません。水という石も縁起が良いとされ、専門店が並ぶ市場がありました。町のあちこちに竹の足場がありました。シンプルながら頑丈なようです。スイーツの店にはメニューに日本語の併記がありました。大豆の汁の塊、翻訳せずに豆腐のまま表記した方がよく通じる気がします。他にも日本語表記の商品や店が多く見られました。さらに日本のデパートであるそごうが香港にもありました。アメ横丁、どこかで聞いたような横丁です。どこかで見たような熊もいました。